よく瞑想していらっしゃいますけれども、その瞑想の仕方というのはどのような状態で皆さん方瞑想してでいいと座っていらっしゃいます。タラポカーンと何も、考えられたら座っているのか、ただ座っておればいいのか、何を1時間皆さんなさいましたか。今日の朝起きて今までの1時間というのはどういう過ごし方を皆さんなさいましたか。よく瞑想すると言いますけれども、皆さん方本当のこの瞑想の意味というのは本当に分かっているんだろうかということなんですね。座ってただ、眠っておればいい、座っておればいいというものじゃないと思うんだよね。もちろん朝早くから5時から起きてここで座るということも一つの忍耐の鍛錬ではありますけれども、本当に私たちというものが今日こう朝何を皆さん方がここで1時間なさったか、もうただ義務感でここに来なくちゃならないという思いでここに集って座っているのか、自分から進んで喜んでやっているのか、あるいは来ないと千原先生に何か言われはしないかということで座っているのか、というようなことが一番重要な問題だと思うんですね。だから大概は初めは来ないとまた真剣味がないとかそう言われはしないかという思いで集まって座っておればいいというようなことで皆さんここで座っておられるのか、本当に大事な時間としてお使いになっているのか、それが非常に問題だと思いますけれども、皆さんこうして座っている間に何をお考えになっていたかというのが問題だと思うんですね。すなわちこういう時間というものは神を意識すること、神を愛する時間に使っていただきたいと思うんですね。で、私たちが神のことを思っているときは神を愛している状態なんです。 神に、皆さん方は、声なき声で叫んでいるようなものなんですね。で、しかし皆さん方は本当に真の自己を見つめると言いましたら、真の自己が何であるか分からなければ自己を見つめることも分かりませんし、だから私たちはよく言葉で神、神とよく言いますけれども、その神というものが何であるのか、本当は神というものは説明のしようのないものなんですよ。神は自分でもあると同時に全体ですから、神の他には絶対に何もないんですから、神の他には絶対に他には何もないんですよ。絶対にただ神あるのみ、神あるのみなんでしょ。神の他に絶対に何もないという思いを持っているのが全ては神なんだ、全ては自分自己なんだと、なので考える必要もあるんだろうかと。本当はそうなんですね。考える必要も本来はないんです。ここで座る必要も本来はないんです。で、我々が本当に神というもの、神の他には絶対に何もないという境地に皆さんがなっておられたならば、ついてここに座って1時間瞑想するような時間というものは本来は必要ないんです。無意識のうちにも、我々は神であり全ては神であるという思いさえあれば、その本当に無意識のうちにも私たちが寝ても覚めても神の他には絶対に何もないという境地にまでなるまでは、皆さん方はそれを意識するために、無意識のうちにもそれができるようになるために今日1時間というのはここに皆さん座っておられると思うんですね。最初はね、誰でも四六時中神を思いなさいって言ったら、そりゃあ到底無理なことなんだろうとどなたでも思います。しかし忍耐強く常に神を意識しておると、もうどんな状態にどんなどこにおろうが常に自分のハートに神が、定着していると、すなわち着座していると、自分が生きているのでもない、神が生きておられる、私というものは存在しない、神あるのみという、その思いを